ミハイル・パブロビチサビ人が描いた聖、ケテバン純教者、ケテバンは、歴史的グルジアの東部にあった、カヘティ王国の王妃または、王太郷であった人物。1605年に生じた王室の内紛に際して、在地の貴族たちをまとめ、内紛を終わらせた。1614年に、イランへ行き、シーラーズで、人質生活を送った。キリスト教の信仰が熱い人物であったとされ、 サファビー朝のシャー・アッパース大王にイスラームへの回収を要求されたが、これを拒んだため、拷問を受けて殉教したと伝えられる。グルジア聖教会やローマカトリック教会の聖人、ケテバンはムフラニケのアショタン王子の娘である。カヘテ王、アレクサンデルの聖人した三人の息子の一人で、多い継承権のある長男、ダビドと結婚した。なお、アレクサンデルの息子のうち、 残る二人は、ギオルギとコンスタンティンである。コンスタンティンはイスラームに改修し、イスファハーンのアッパース一世の宮廷で育てられていた。1602年に、突然ダビドが亡くなると、ケテバンは11世紀から、カヘティ王家の墓所となっていたアラベルディ修道院に入った。カヘティ王位には、ダビドの父アレクサンデルが服した。1602年から1605年まで、アッパース一世が、 グルジア諸国の王たちに、オスマーアサエの軍事行動を共にするように要請し、アレクサンデルが、カルトリ王国のギオルギ十世と共に遠征に出ている、間、ギオルギ王子が、ロシアのツワーリに忠誠を誓った。1605年3月に、アレクサンデルがコンスタンティンを伴って、遠征から帰ったところ、帰着から数日間のうちに、コンスタンティンがアレクサンデルとギオルギを殺害し、王位を奪った。 ケテバンは父殺しを中する名分の下に、カヘティ王国の貴族を結集し、コンスタンティンとその腹心のクズルバシュラに対して反乱を起こした。コンスタンティンは戦死した。サファビー朝の聖死の初期者、ファドリー・フザーニーによると、ケテバンは生き残ったコンスタンティンの支持者やクズルバシュの召喚らを寛大に取り扱い、傷ついた敵型の兵士に治療を命じ、望むなら、 自軍への編入を受け入れた。また、戦で損害を被ったムスリムの商人には、保証を与え、自由の身にした。また、コンスタンティンの亡骸を棺に収め、アルダビールに送った。上述の放棄の後、ケテバンは、1603年に誕生していた、未成年の自分の息子、テームラズオカヘティの王にすることの商人を、グルジアに、 創始権を及ぼすサファビー朝のシャー・アッパース大王に取り付けた。なお、彼女自身は摂政を担うつもりでいた。1614年にケテバンは、テームラズのナシロとして、シャー・アッパースのもとへ赴いたが、最終的に、サファビー朝によるカヘティ王国への侵攻を回避することに失敗した。自ら、人質となった女王は、数年間、貴人の待遇で、 シーラーズに留め置かれた。しかしながら、1624年に、テイムラズが、オスマン朝と同盟を組むアルメニアへの攻撃に、非協力であることに起こったシャー・アッパースが、その払いせに女王に、キリスト教の帰郷を命じた。女王が拒むと、シャーは赤く熱したやっとこで拷問を加えさせ、死に至らしめた。バラバラになった、ケテバンの意外の一部は、 彼女の殉教を目撃していたポルトガル出身のローマカトリックアウグスティノ会の伝道師により密かにグルジアへと持ち去られアラベルディ修道院に埋葬された。リスボンのコンベントダ・クラサ教会内部に描かれたフレスコがよりケテバン女王殉教の後継ケテバンはジョルジャゼケ出身のザカリア総主教により劣勢され9月13日が記念日として グルジア正教会により定められた。アウグスティの会社が物語ったケテバンの殉教ストーリーは、息子のテームラズにより、都合よく脚色され、1625年には、テームラズの詩集、ケテバン女王の受難に歌われた。のみならず、1657年には、ドイツの劇作家、アンドレアス・グリューフィウスにより、カタリーネ・フォン・ゲオルギーエンの題名で、古典悲劇化された。 近世に入ると、バフバヒシュビリケ出身で、ダビド・ガレッジ修道院の修道士であったグリゴル・ドドルケリが、ケテバンの生涯や殉教を題材に、いくつかの読み物や生が、参加を制作した。19世紀には、スコットランドの詩人ウィリアム・フォーサイスが、キーラ・ベインの殉教と題した詩を制作した。フォーサイスの作品は、ジャン・シャルダンの伝えたストーリーに基づいている。 ゴアにある聖ケテバン女王の聖遺外以外の残りはインドのマラバール海岸にポルトガルが築いた植民地ゴアに建てられていたアウグスティノ海の教会に埋葬されたという言い伝えがあり21世紀に入って同教会の意向の調査が数回行われたその結果2013年後半にケテバンの意外の発見がなされたとされたクルジア人にとって ケテバン女王の存在は重要であるため、女王の生意外探しが過去数十年にわたって行われてきた。その活動は特に5話において盛んで、ソビエト連邦崩壊の1989年以来、何度も調査団がフルジアからインドに派遣され、インド考古調査局と共にケテバンの埋葬場所を特定しようと調査を行った。調査は、旧5話にあるアウグスティノ会修道院。 無限在の聖母修道院の廃墟において行われた。しかしながら、調査チームがケテバンの埋葬場所の手がかりとなる、ポルトガル語の文献を正しく解釈することが、できなかったため、調査は挫折することとなった。ポルトガル語の資料によれば、ケテバンの手のひら部分と腕の骨の断片が、石の骨壺に収められた状態で、アウグスティノ会修道院の主教座制度の中にある。 窓の一つの下に埋められているという。2004年5月に、ポルトガル在住のインド共和国国籍人の建築家とインド広告調査局の協力により、資料中の司教座制度と窓の位置の特定がなった。そして、骨壺自体は見つからなかったものの、普段の窓のすぐ近くから、その火災死と多数の骨の破片が出土した。ハイデラバードのインド。 国立細胞分子生物学研究センターの研究者らが出土した骨に含まれるミトコンドリア DNA の配列を特定し、ハプロタイプを調べる分析を行ったところ、ハプログループ U1 ビットに属することが判明した。このミトコンドリア DNA ハプログループは、インドには珍しく、グルジアとその周辺地域に見られるものである。遺伝学的分析と考古学的、 文献学的証拠によれば、出土した骨は、グルジアの女王テバンのものである可能性があると結論された。なお、手のひらと腕の骨の一部を、同一の骨壺に入れたのは、アウグスティの開始、ヒラーノモダ・クルーズとギレルミデ・サント・アゴスチニオであったと記録されている。ありがとうございます。